皆さんこんにちは、クレダイのタッカーと申します。今回は信長の野望新生 with パワーアップキット夏休み特別企画でお送りをしておりました最上家編のアーカイブ編集版となっております。イエーイ、ぜひ最後までお楽しみください。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それではどうぞ。はい、この動画ね、最上義明編でお送りをしております。パワーアップキットが出てね2日目ぐらいにね、この大名を選べまして、現在ね婚姻関係が上杉伊達家ということなので、まず外交状況を見ていきましょう。こんな感じですね。緑だったら同盟関係、ピンクだったら婚姻関係という状況で、まあ、うちはね伊達家とね最上家と、違う、伊達家と上杉家とね、婚姻関係でございますので、まあ、もっかね、この北側をね攻める、ことにね集中できるという状況ですね。南側はおそらく上杉家とかも代替わりしてるのか、影勝さんにね。今回ね、親父の敵である、南部家をね打ちに行くか、先に大人にね、こっちに、大人になってね大浦さんを攻めに行くか、もしくはね飛び道具としてこの、影崎さんに行くかですね。結構悩んでるとこではございます。ひとまず権限ってもかな、はい、何でしょうか。次の目標とするべきは柿崎なん。わしが今南部だ大浦だとかしたのに柿崎なん。5000対芝か兵力は2万でござる。なるほどね。大規模な攻城戦を覚悟すべきか。この攻城戦はねパワーアップキットならではのね要素なんですけど、圧倒的に防衛有利っぽいんだよね。攻めて不利っぽいんですよ今のところやってる感じね。なんであんまり攻城戦のね攻め側はやりたくないなっていうイメージがあるんだよね。前回ね安藤家を滅ぼしたんでね、結構今兵力が削れております。なのでまずは軍事の城役割、そして攻略目標を作って少しね自供していきましょうか。柿崎行く、いやーこっちが先じゃないか、こっちが先だろう。ちょっとね権限くれた宇治井さんに申し訳ないけど、多分こっちからですよこれは。経験上ね、近いとこから攻めるのがねこのゲームの鉄板じゃないかなと。高評価ご覧でございます。やっていきたいと思います。さあ、まずはね大浦さんを滅ぼして、柿崎さんを滅ぼして、そしてね憎き親父の敵南部家に行こうと、考えているところでございますと。動揺状態で出陣不可、そっか大浦さんと戦ったから75日防衛戦できないのか。今攻めちゃう、多分兵いないよねそんなにね、いないよね。まあ耐え時かな、ここはじっとね兵力の、回復を待っていく時間かなというところで、しばらく内政やっていきましょう。はい、今作は結構ね政策は、取る時にね取った方がいいんじゃないかなと思いますね。お金をこう増やして家宝とか買ってね忠誠上げるより、こっちの政策とかでね、いろいろ解放してって、まあ合戦で威風弱だ中だとか起こして武将の忠誠を保ちつつみたいな感じでやるのがいいんじゃないかなとは思っておりますが、いかがお過ごしでしょうか皆さん。今日もね脊髄で喋っておりますが大丈夫ですか、ついてきてますか。はい、武将、いやお金使ってまで回収する必要あるかどうか微妙だね。さあこんな感じでね、今作でこのね、まあ、軍の中、城のねこの軍の中に国衆というね概念がありまして、弁解もねえなおい、一気起こってるやないかい、上司解任やなこんなん、打ち首やな。というのはできないんでねまだね。はい、これもね政策、制度開始3とかをねやらないと上司交代もできませんので、一気起こっちゃったか。制圧したら城で一気が起こっている、兵力たまるかなこれ。おい、天下統一まではまだ未だ道遠く、進化の誠意を盛り上げるためにも短期目標を掲げてはいかがでしょう、ぜひ。はい、半島広げると。このね、半島拡大というね、城2つ取りましょうという、期限が残り9ヶ月なんですが、これ、達成できなくても別に問題なしですね。お咎めなしです。達成すると勲功が入ってきますんで、これは承認するしかないですね。はい。承認の一択でございますんでね、ここはね。超目標愚心というのはねしっかりと、許可というかしていきましょうというところですね。さてさてさて、こっから6000の8000、パーンっていうとね、これね各城の軍備が整った状況でございますが、この状態で1万戦か。まあ防衛戦がまだできるね、もうすでにね。いやこれ微妙なんだよな防衛戦な。
こっちはできないんか、波岡五章。波岡攻めちゃうか、これ。あえて。ありっちゃありだね。ありっちゃありですね。初手戦争行きましょう。はい。波岡五章がこのね、防御マークですね。この、工場戦できますよというマークがついてないのを見たんで、今ね、攻めに行ったというところ。で、7000出てきたか。したらこれちょっと陽動気味にこう、一部隊だけ出そうかな、こうやってね。こうすると、取られたままになるのかな、軍とかね。はい、動いております。こっちの軍が取ってしまえば、相手が弱体かと思ったが、結構あれだね、やられてんね、取り手にね。ほい、元服迎えました。誰ですか？木杉宇治、誰ですか誰ですか私、信長、おなんか、最上の聖さんが参りました。おめでとうございます。ありがとうございます。はーい。待って、気になる。見たことない。全く見たことない武将来たよ。木杉さん、なかなか珍しい名字ですね。木杉時秀。時秀、違う名前じゃなかったっけ？誰？明らかにこっちが息子で、こっちがお父さんやん、顔的に。こっちが39歳、こっち15歳なんだけど。こっち息子だん。よいしょ。誰ですか？ではの、あ、でう、ん？ではか。ではの豪族、時秀の子。大宝月と最上家の間で去就に迷う。へぇー。こう、一人でプレイしてる時とかね、私、延々こういうなんか、誰こいつみたいな、誰こいつ失礼か。なんだこの名前みたいな人のね、列で読むの好きなんですよね。おかげさまでなんか、変なとこすごい詳しかったりするんでね。はい。この辺はね、結構、信長の野望やってる人、あるあるなんかな。列伝読むの私結構好きですね。三国志も結構好きなんだよね、列伝読むのね。で、まあ、軍は取れるでしょう。これ来るわけではないってことは、こっち行ったらどうなんの？これ、城主不在でこっち行ったら、工場戦不可ってなってるよね。わかる？わかる、来ました。あざーす。これこっち行ったら、あ、帰ってくるよね。工場戦かになっちゃったから、じゃあ、それを見て、波岡越しにもう一回攻めに行くと。これでどうでしょうか。ここから、城から敵が出てこれないと見ましたんで、はい、シンプル敵の兵力を削れてんじゃないでしょうか。ただこっちも、まだ3000しかいないので、ちょっと待とうかな。兵糧が気になるところではありますが、一旦、こっちに流れてって、これこう上に行くことは多分できないよね。できなそうだね。一旦じゃあちょっと引こうか。こう引いてって、はい、引くしか手はないかということで。これは合戦で倒せるんじゃないかな。ちょっと、あ、いけねえか。よいしょ。さあ来ましたんで、君主が来ましたんでね。こうやって行って、これ結構いい作戦なんじゃない？ハマったんじゃない今。よいしょ。この1600でね、おとり出すことによって、この6000のね、部隊は出てこれないという状況で、はい。ここ今なんか田舎って書いてなかった波岡五所田舎なんだけど。ね、これ地名なんですね、田舎っていうね。ただ7000で城が落とせるかというのがちょっとまた微妙な話ではあるよね。5詰め出せるかな。ここ出したくねえんだよな。ここ出すと多分南部さん来るんで。いや、国州解除しておくべきだったか。金かかるんだよな、結構な。悩ましいけど、一応やっとくか。90日か。いいか。はい。ね、新生 PK 買おうかな、悩む。PK のがやっぱり確かに面白いかなっていう気はしますね。面白いんですが、難しい。そもそも新生が難しいという状況ですね。はい、こうやってね、4700連れてますんで、その間にね、倒せるんじゃない。いやー、兵糧がねえか、これ。兵糧がねえな。兵糧がねえし、強行したとって勝てんのか、これ。結構際どいですね。はい、こうやってね、釣っていきましょう。ね、津軽さんを釣ってる間に、落とせるかこれ、微妙ってか、無理じゃねえ。1ターンで、66でしょ？ってことは、20ターン、20日、20日、最上義明と、谷笠さんは残るのかこれ。ってことは、6000、5300くらい残るのか兵士は。あれ？あ、兵糧切りかな？ここにいた部隊はね。ということで、ちょっとこっち側のおとりをね、もう一回出していきたい所存ですね。これ、小野寺さんになる？鮭延さんどこにいんの？どっから出てきた？ここからか。300！ まあ十分でしょう、軍取りにはね。よいしょ。花輪に行きましょう。でーん！ということで。さあ、最上義明編ね、難易度、超級でお送りしております。難易度超級、最上義明編でお送りをしております。あ、これね、いいですね。愚心で45日でね、国衆解除できますんで、これやりましょう。高評価6ありがとうございます。
さあ、本日ね、最上義明編、3回目のね放送でお送りをしております。さあ、初手ね、津軽の為信さん、大浦為信さんをね攻めてる状況で、ギリきついんじゃねえかなっていうところですね、これ。はい、5000でしょ。で、この部隊がどうなるんだろう。際どいよなー。さあ、K の延さんをねちょっと軍にこう釣って、津軽さんをちょっとここに釘付けにしておきたいんだが、いけるかな。こうここですね。はい、今兵糧がバカみたいになかったよね。あるか、120あったね、気のせいか。で、あ、来た。これは合戦管理は、あ、2部隊以上必要、1部隊しかいないの。あ、そうか、どっちが強い。あ、こっちが強い、これは勝てるね。はい、こんな感じで、敵の兵があと1000ですね。こっちが3000あります。これ落とせないでしょ。 OK、 結構作戦通りに行ったんじゃない今。はい、うまいことね、敵の本体を釣って城をね1個落とすことができました。はい、これが釣りのむせってやつですね。絶対違うね。敵があと4700の、1000ですね。はい、ここ工場負荷なってますんで、できるならもうこのまま行きたかったけどね、これきついよね。よいしょ。今言いたかったのはね、このままね大浦城にね、全軍を向けようと思ったんですが、兵士がもう兵糧がないと。いや、これこのまま行けたらね、甲状腺負荷ってなってるんでね、そのまま落とせたと思うんだけど、うまいことあれだね、これ左から釣って右で城を落とすみたいな、そういう作戦に今回は出たいですね。で、出せる軍をもう一回もう攻めに行くか。ここ無理攻めしてもいいレベルと見た。よいしょ、ちょっと急ぎましょう攻略をね。難易度超級なんでね、そんなに時間がねえというところですね。よいしょ、うまいこと挟めるんじゃないこれで。あ、いい感じだよこれ。ただ甲状腺になっちゃうのか。甲状腺本当にね防衛有利なんだよね。よいしょ、高揚感7ありがとうございます。すごいね、10人見てくださってて、高揚感7ってほとんど全員押してくれてんだね今ね。ありがたいですね。よいしょ、さあ挟み込むようにね戦闘はできてるんですが、ここからよ、問題はここからよ。結構遠いんだよな、もう本庄からね、この北。高揚感9ありがとうございます。全員押してくれたんじゃね今、本当にありがとうございます。これは、次はどのように。いやー悩ましいね。さすがに勝てるか、こんだけ舞台いたら。さあやってみましょうか、甲状腺ね。最上さんがいなくても甲状腺できるんだね。あー、やっぱ6舞台か。いや、これきついんだよな、勝てる気がしないんだよな。倍兵がいるけど防衛有利なんだね、圧倒的にね。これちょっとやりたくないんだよな。なんとか釣れないかな、敵の部隊。これ今こうやって出てたらどうなんの。で、帰るよね。帰るよね。帰るよね。ヒットアンドアウェイすぎるよな。もう一押し足りぬだって。あ、すげえ、引き抜き失敗とか成功の2択じゃなくなった。パワーアップキットバージョンでしょ、これ、多分。で、もう一押しだって、やってみましょう。お、まさか一度は断った、その会社のために、貴殿自らが来られたのでござるか。お、これは夢にも思わぬことということで、はい、君主自ら来ました。ね。大した強くないのがまた受けるよね。いずれかの城&5年城主確約か。なるほどね。いいでしょう。これで来んの？はい。お使いいたします。はい。愚妄な前手を捨ててまいりました。結構賢いんだけどね、大浦さんね。はい。で、失敗していく工作ね。これ、こっち攻めれてる間に、来た時に、こう、ちょっと、こちょっとやってみたいな。できないかな。今考えてるのはね、こう、なんていうの？リアルキツツキ戦法みたいな。こう動いてるでしょ、動いたところで今度こっちが攻めに行って、こうちょっとバランス崩すとあれなんだよな、攻めらんないんだよな。来たでしょこれ、ここ来て、ここを制圧しに来てる、そのタイミングを見計らってこっちからこう出ていく。そうすると先導人が失敗していく。
で、こう挟んでもらって、じゃあこっち行きましょうみたいな感じで行って、これはこっちにこう引くみたいな、こういう動き方。いやダメだ、うまいこといかないわこれ、こんなんじゃダメだ。こう女性じゃ勝てないんだよな。え、これみんなどうするんですか。調略しかないの。もう大名を少数で、あ、合戦できず、あー賢い春川さん、それで行こう、それだ、それしかない。一回戻りますね、全軍戻って、最上さんを一旦出陣させて、ここまで行かせましょう。はい、出陣いたします。で出てくるでしょ、出てきたらちょっとこう釣りつつ、軍は捉えないようにしつつね。はい、それ賢い、今ね言ってくれてるのはね、大名の部隊を接敵させれば合戦に持ち込めるんでね、合戦に潰してしまおうというところですね。で、それする前でにちょっとね、軍を落とされないようにね、こううまいこと、こう、あー軍落とされていく落とされている。そしたらこっちで進軍して、こう取ってしまいましょうね。はい、こんな感じで動いていく。で、こうすると OK、 兵糧がなくなっていくんで一回帰りましょう。兵糧なし問題があったか、大丈夫かなこれ、これで出てくるかな。お、あー南部家当主、南部原政が大田下りになっていく、親父の敵なくなっていく。あ、ごめん、変な音、変なボタン押した。よいしょ、うわーマジか、いいような悪いような。はい、でもこれ津軽さん出てこなくなっちゃうんじゃないかっていう疑惑なんだけど、気のせい。お、一旦引くと見せかけたら出てくるかな津軽さん、またね。ご命令を下され。 OK、 もこみさん着きました。これで待機させといて、兵糧ちょっとゴリゴリ減っておりますが、ゴリゴリ減ってんだよな。これ来る、出てくる、釣れねー釣れねー。もがみさん、もがみさん、ちょっと次なる手はいかに、釣れない、釣れない。あ、釣れてる、暴れてやるぜ、戻る、何、しのがない、しのがない、戻る。これ微妙だな、タイミングだ。こう言って、これも出しちゃうか、こうやってね。あ、覚えてやがれ。あ、これいけんじゃない？これいけんじゃない？来た！来た！ 2 対 1！ もうちょっと欲しい。耐えて、でも耐えてくれるか、これ。際どいな、一回セーブしようか。微妙な、この、この感じ。合戦かになっていく。2対1。引いたら、帰っちゃうかな、舞台。帰んない。帰んないときたら、これで、接敵して、3対1はいけんでしょう。行きましょう。オッケーオッケーオッケー、合戦で潰してしまうということでね、津軽の戦いやっていきましょう。なるほど、大名部隊を敵の城の前に持ってって、陽の部隊を出して、敵を、部隊を城から出して、合戦に持ち込むというのが、おそらく今一番、勝てるパターンじゃないでしょうか。期待できるということでね。いやー、これ強いんだよな、津軽さんな、結構。まあでもまあ、さすがに撤退していく。負けていく。いや、強いんだよなよいしょ。まあでも勝てるでしょう、さすがにね。うん、オッケーオッケーオッケー。なんとか、勝つことができました。さあ、これででも、向上戦になる？ならないか、さすがに。合戦で勝ったら、北条戦にはならないかな？はい。ダーンということでね。オッケーオッケー。だいぶね、兵士が削れました。ほとんど全滅になりましたね、敵がね。さあ、信長霊帽申請 with パワーアップキットね。今回、最上家でお送りをしております。北条不可になってるっぽいね。これは来た。桜仕掛けどころ。兵糧は？オッケー、まだ40日あるね。これは来た。もらった。もろたで駆動、これは。天下不武の実現を眼前に見据えた。ほう。戦国の覇者。ああ。これまさか。その行く手には一片の隙も見えない。これまさか本能的な変的なやつじゃなかったっけ？見たことあるぞこのイベント。天正十。ああ、天正十で来た。公約への援軍を命じられた明智光秀は。みっちゃん、明智の。一万の兵を率いて進軍する。はいはいはい。丹波寺から街道を登る途中、
光秀は運命の岐路に差し掛かった。かたや羽柴秀吉が援軍を待つ西国、もう一方は主君信長が寄宿する京の町。時は今、雨がしたしるさつきかな。夜明けが迫りつつある。軍をとどめ逡巡する主君を怪しむ家臣らが声をかけんとした刹那、光秀は決断した。敵は本能寺にあり。仏陽の都は突如として喧騒に覆われる。銃声に目覚めた信長に故障より謀反の旨が伝えられた。ごめん、普通に見入ってた。本作のムービーも結構凝ってるよね。ぜひに及ばずね。さあ、もうやるしかねえと。信長は自ら武具を取り応戦するが、わずかな手勢で光秀の緻密な包囲。ケチの道はなんで織田信長を裏切ったんだろうね。まあなんかね、態度が冷たくてみたいな説もあれば、朝廷陰謀説みたいなのもあるしね。せめて我が骸だけは明智勢に餌せまいと増兵を突き伏せつつ、書院へと退く。一息整えた信長はおもむろに食材を倒した。自分で燃やしたの、内側から。人間50年、はい、50年ね。下天のうちを比べれば夢幻のごとくなり。かっこいい。風雲寺はここに去り、一つの時代が終焉を迎えた。本能寺の伽藍から立ち上る炎を見つめながら、光秀はあの決断が正しかったのかまだ悩んでいた。本当はどうなってんだろうね。時世の句が結構ね気になるんだよね、この明智光秀のね。発見できなかった。なんか耳にこびりついて消えぬ、喋るタイミングがないね。戦わない。己の胸中を見透かしたようなその声は、光秀の葛藤をさらに増幅し続けるのだった。はい、というわけで、1582年ね、ついに織田信長が倒れて、信雄さんが、信雄さんがね、継承したというところで、だいぶ変わったね、勢力はね。ただ、織田家結構こっち来てたんだね。北条家えぐいな。これ、北条の天下じゃないの？豊臣ってよりは。いや、そっか、でも、秀吉の時代来んのか、この後。これ、きついな、最上家。どこまでやる？地方統一も？これすらきつい気がしてきた、だんだん。まあ、ひとまずで津軽さん倒しましょう。はい、これはいけるでしょ、さすがにね。数の暴力でね。なんとか、なんとか落ちました。オーラ家は滅亡させました。はい。ということで、さあ、オーラさんだけ来てくれたら、あと別にどうでもいいみたいなとこあるよね。きたでかすぎる、この加入は。この加入はマジででかい。よいしょ。というわけで、表情で論功交渉、感情を上げていって、津軽さんはね、裏切ってほしくないんでね、縁組させるのありぐらいまであるね。忠誠3だしね、縁組させちゃおうか。